このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は猫団子や膝乗り、にゃんもナイトに日向ぼっこで猫癒しの大渋滞ということでですね、今回は猫ちゃんの癒しが満載になっておりますよ。もうお昼寝してる猫ちゃんを見てるだけでね、癒されますよね。猫ちゃんは近づいてきてくれておりますよ。かわいいでしょ。あ、膝に乗るかな。ふんふんに寄っておりますけれども、あ、キジトラさん来てくれましたね。先ほど泣いたキジトラさんじゃないかなと思うんですけれどもね、膝に乗ってきてくれましたよ。いやー、かわいすぎるやんか、うん、お腹マフマフってやっても全然起きないね。こちらでは猫団子なっておりますよ。チャトラのチャーですよ。キジトラさんはね、完全に膝の上に乗ってきてくれたんですよね。あー、たまらん。猫団子になってるのも癒されるよね。もう抱き合ってるって感じなんですけれども、寝てるんですけれどもね、モフモフしたくなるんですよ。ああ、いい顔するでしょ。チャーはね、撫でられるの大好きなんですよね。お腹モフモフしても全然怒んないんですよ。2匹同時撫でって言うとね、チャーがペロペロしてくれてるやんか、あんた。いやー、癒される。結構強めに撫でてるんですけれどもね、しかもグルーミングしてくれてるやんか、たまらんよ。このキジトラの靴下さんはですね、ちょっとね、人見知りするんかなっていう感じもあるんですけれども、それでもね、ふんふんと匂ってくれてますよね。人には興味あるんかなっていう気はするんですけれどもね。撫で放題。このキジトラさん何してる？ふんふんと匂ってない？ちょっとね、やんちゃしたくなってきたんかなっていう気もするんですけれども、ちょっと今噛もうとしたやん。噛みはせんかったんかな？やらやらやら、やんちゃしてるよ、ちょっと。かわいすぎる。撫でられるの好きなんやろね。チャーはずっとね、猫団子ですよ。キジシロさんはゆっくりと近づいてきましたね。鼻キスするんかいな。なんだ、あ、癒しの大渋滞って感じがするんですけれども、皆様も癒されておりますかね。寝てる子を見るとね、いたずらしたくなりますよね。握手は嫌か。あ、でも撫でられて気持ちよさそうでしょ。あ、たまらん。で、どの子を撫でていこうかなって感じなんですけれども、起きちゃいましたか？で、この子はじゃれてる。あれれれれ、ちょっとやんちゃなってるやんか。ねえ、顔がすごいやんちゃさん。遊びたいかな、ひょっとしたら。でもね、膝の上乗ってるんでね、ちょっとこのままでいてほしいなっていう気持ちもありながらね。今回のお店は、大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。やんちゃしすぎてね、ずり落ちちゃいましたよね。あ、かわいいぜ。何かを発見したようですよ。あ、おもちゃか。突撃しましたね。チャーはずっと動かへんね。チャーも癒しやわ。この顔、グルーミング中の猫ちゃんのお腹はね、モフモフするとね、ペロペロしてくれましたよ。なんて穏やかな時間が流れてるんでしょうか。こちらは猫天国ってやつかなって気もするんですけれども、肉球もピンクで可愛いやんか。で、ペロペロか。すごいけど、ちゃー、なんだこの顔は。ちゃー、めちゃくちゃ癒しの顔してませんかね。いい顔してるわ。ちょっとね、移動しましてですね、副店長のサンちゃんを撫でていこうかなと思うんですけれどもね、にゃんもナイトでお昼寝中なんですけれどもね、ちょっと起きたかな。お腹もふもふするとね、またパッカーンって開いてね、コロンってなってくれたんですよ。8キロもある子なんですけれどもね、甘えてくれるんですよ、サンちゃん。めっちゃくちゃ可愛いでしょ。うん、
癒しの子、黒猫ちゃんも撫でていこうかな。どうでしょうか。表情わかんないですけれどもね、気持ちよさそうかなっていう感じなんですけれども、サンちゃんね、お手手でお目目隠してるね。あ、お腹触ったらピーンとなってる。これもたまらんやんか。キジシロ様逃げちゃったか。どこ行くんかな。あ、上に乗ったよ。隣にもね、キジシロさんがいたんで撫でておるんですけれどもね、日向ぼっこ中ですわ。あ、気持ちよさそうな顔。ウリエルさんにはですね、大きな窓がありましてですね、日向ぼっこがね、はかどるんですよね。猫ちゃんたちも嬉しいよね、こんな大きな窓があるとね。あ、すでに寝てる子もいてるね。お腹マフマフは嫌ですか。あ、気持ちよさそうな顔してるやんか。あ、起きた？起こしちゃったかな。ごめんね。寝ぼけてる。あー、スリーテしてくれた。ギューってなってる。いやあ、甘えたさんがいたよ。こうやってね、リラックスしてる時間っていうのはですね、甘えたくなるようでね、ほんとね、癒されるんですよ。お尻タンタンタンはどうですか。お尻タンタンタン。あ、クイコ好きなんかな。あ、キジトラさんはね、グルーミング中なんですけれども、あ、横になってくれたね。あ、噛む。お腹は触っちゃダメっていう感じなんですけれどもね、お腹見えてるんでね、触れたくなるんですけれどもね。あ、降りちゃうかなこの子。ちょっと落ち着かないんかな。隣のキジトラさんはね、ずっとグルーミングしてるんですけれども、噛もうとするやん。ちょっとじゃれたいかな。あ、でも撫でられて嬉しそうな感じなんですけれどもね。激しめにね、撫でても大丈夫やね、この子は。キジシロさんもね、撫でていきますよ。穏やかな子やね。あ、撫でられるの好き。ええ顔してるやんか。握手しても怒んないね。あ、たまらん。あ、お腹大丈夫やんか。そういう子もいてるんですよね。ほんとね、みんなが穏やかな感じなんでね、めちゃくちゃ癒されておるんですよね。あ、ちょっと嫌やったかな今のは。さあ、キチトラさんを撫でていきましょう。あ、グルーミングしてる。耳つぼマッサージはどう。気持ちいいかな。お腹もふもふする。パッカーン。あ、このってなってくれた。かわいいやんか、これは。やりたい放題しておりますけれどもね。気持ちいいんやろね。ねえ、猫ちゃんのこういうね、へそ天とかって癒されるよね。いやー、今日はね、至るところに猫ちゃんのいろんな癒しがね、落ちてましたよね。もう最高にね、幸せな時間でしたよ。皆様いかがだったでしょうか。猫ちゃんは本当に癒されますよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェウリエルさんでした。